ベトナムの粒子市場は2026年までになんと51億米ドルに達すると見積もっていると。5倍ですか？売り時。ウリポリです。ウリドキマスケです。さあ、本日はですね、ベトナムの粒子市場が今後爆発するというニュースが出てきたので、そちら紹介したいなと思うんですが、貿易やってる方だったらご存知かと思いますが、今東南アジアのね、ちょっと粒子に関する関心が非常に高いじゃないですか。その中でも、今回明確にですね、ベトナムがの粒子市場が今どのぐらいあって、で今後どのぐらい増えるのかっていうのがですね、細かく出てるデータあったのでご紹介したいと思います。売り時で月に100万円以上の利益が出てる買い取り店が増えてきてます。詳しくは概要欄から。チャイナ・オーブ・ CN というですね、中国の国営がやってるメディアですね。で、そこのタイトルにもこれある通り、パンデミック以降ですね、ベトナム人の消費習慣は変化していると。で、多くの人が中古品を使用してお金を節約し、サステナビリティを促進していると、ハノイにある地元メディアが月曜日に報じたって言ってるわけですね。これ面白いですね。中古品の販売で最も人気のある3つのカテゴリーは、電化製品、家庭用家具、オートバイだ。そのように、ベトナムの地元紙は、報じてますよと。その中でもですね、またちょっと別の切り口で、中古品で最も検索された上位3つのキーワードですね。これはスピーカー、ラップトップ、テレビだと。おお。なので、やっぱ電化製品が人気だってことですよね。最近出した動画でも、言いましたが、ノートパソコンのところの需要が、まだまだ高いと。ただね、価格は下がってるなんていうニュースもありましたが、このあたりが人気だってことですね。あとはあれじゃないですか。最近ちょっとのすけとね、報じたこのスピーカー、ラップトップ、テレビっていうと、インフレの中でも比較的価格が落ちたところだから、流通の中でも。そうですね。なので、ひょっとしたら買いやすくなってるのかもしれませんで。で、同社は地元の専門家の話として、ベトナムの消費者は若く、環境と、サステナビリな開発に関心を持っていると報じましたと。売り時。ベトナムのリユース市場、これ記載してるわけですね。ベトナムのリユース市場は11億米ドルと評価されていて、で、同国で中古品に対する選考が高まっていると、地元紙がレポートしてますと。今は、2月1日なんで、だいたい1ドル130円ぐらいじゃないですか。11億米ドルとなると、1430億円になっていると。これが今、ベトナムの粒子市場です。で、ここからが強烈で、ベトナムで粒子品を購入する人が増えていることから、ベトナムの粒子市場は2026年までになんと51億米ドルに達すると見積もっていると。5倍ですか？正確に言うと 4.6 倍。6630億円規模になると。たった3年で1400億が6600億の市場になる。もう半端ないですね。半端ないよ。だって売り時作った時日本で1.5兆とか言ってたから、もうその3分の1ぐらいまでもういっちゃうってことだよね。粒子市場が。ベトナムでだよ。そのペースでいったら5、6年後とか、日本の粒子市場ぐらいまで、下手したら行くぐらいの勢いで今伸びてるってことだもんね。そうですね。売り時。そんな中、やっぱ今ね、上場企業各社見ているとですね、粒子企業は、やっぱ東南アジアの方を攻めている会社あるのかなというところでちょっと調べてみましたと。どうですか、今、ベトナムにもうすでにもう攻めてる会社ってどんなとこありますかね。調べた限りだと、なんぼやさんが、うん。ホーチミンに店舗を出してましたね。そうだよね。ちょっと前にリリース出して、あれ、いつだっけリリース出したの？ 2 年ぐらい前。それが2年ぐらい前ですね。はい。だからさすがだよね。先見の明がすごいですよね。ね。だから、ちょっとね、家電系だから伸びてくるのか、名古屋さんの領域がどこまで伝わってくるのかっていうのはわからんが、ただ、ベトナムの人たちは技術に関する関心が高いということだったので、しかも若者を中心にだから、となれば当然ね、アパレル系とか、そういったところも当然ね、リユース品に好まれるでしょうから、そうなってくると、ベトナムのリユース市場の成長とともに、自分たちもそこにいるだけで勝手に成長できてしまう。売り出し。他は合ってる会社はありますか、ベトナムに。いや、現状なくてですね、ちょっとこれはなんでだと調べたんですけど、どうやらベトナムはその輸出入の規制がめちゃくちゃ厳しくて、一部の産業機械と呼ばれるもの以外は日本から輸出できないみたいなんですよ。なので、ちょっと南部屋さんがどういう仕組みでやってるのかは全然わからないんですけど、現地で買って現地でリユース品として販売するだったら多分 OK なんで、そのやり方をとっているのか、日本から直でベトナムに送るのはダメなんですけど、そのベトナムの隣の国のカンボジア、こことベトナムは仲がいいんですよ。その貿易関係良好ですっていうところがあるんで、日本からカンボジアに一回送って、カンボジアからベトナムに陸路で送るっていう形を取ると、ベトナムに物を流せるらしいんですよね。なるほど。で、そのまま直でやろうとすると、めちゃくちゃなんか許可の申請とかすごい大変らしいんで、そういうふうにして日本のリユース品が渡ってるんだよっていうのは話が聞いたことあるんで、なるほど。それにしたって、なんで店舗出さないんだろうね。そのやり方あるんだったら、店舗出せばいい。
ちょっとそこが引っかかるところなんですよね。え、じゃあ、ベトナムに日本のものを持ち込むのめちゃめちゃ難しいってことなんだ、めちゃくちゃ難しいみたいです。それでもなんか、もったいないな、ベトナムこんだけ市場伸びてるのに。これ、ベトナムに輸出するのってさ、禁止されてるのって、これ、中古機器の話？逆に一部のその産業機械以外はダメっていう、基本的に言われていて。え、バッグとかもダメってこと？そうです、もう革製品とか。あ、そうなの？じゃあ、なんぼやはさ、どうしたんだろうね。ホーチミンが結構その、まあ、ベトナムの中ではめちゃくちゃ栄えてるところなので、そこに目をつけてブランドのリユース買取販売っていうのを現地でできるだろうって見込んでやったんだと私は考えてますね。国ごとの法規制さすがにちょっと分かってないな。これ詳しい人いたらぜひコメントください。これだってベトナムね、進出できたらめちゃめちゃ熱いもんね、リユース業界ね。ですね。うん、ベトナムに進出するためのいくつか乗り越えなくちゃいけないハードルみたいな、なんかありそうですね、これね。売り時、はい、ということで、今回はベトナムが3年後にはなんと流出量が6600億円になるというような、まあ、大きなニュースでした。一方でベトナムに、日本の流出品を輸出するにはどうやらハードルが高そうだということがあったので、もし何か知っている方がいたらぜひコメントください。はい、ということでこのチャンネルでは流出に関する情報をお届けしてまいりますので、この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録、コメント、高評価のほどよろしくお願いいたします。それではまた、広がれ流出。